皆さんこんばんはということで、サブチャンネルでございます。はい、ということでね、なぜ僕が今回一人で、動画を撮ってるかと言いますとですね、僕からドッキリを仕掛けたいと思います。ということで、題して、精力剤を飲んだリボンがメンバーにムラムラしたらどんな反応するの。有名ですね、こちらスゴジュ、こちらを飲ませていただきます。嘘企画としてね、僕の対談動画をちょっと撮ろうと言った形で進めます。話してるうちにちょっと僕がムラムラしてきて触り出したらね、どんな反応をするのかというドッキリでございます。キスまでいければなと。そこまでいけたらだいぶ成功じゃないでしょうかって形で、精力剤を今まで一回飲んだことがない。どんな味がするかが分かんない。なんかクソまずいって聞いたことあるんだよね。すげえ味。一人ずつ読んで嘘企画として、で動画を撮ってね、やっていきたいと思いますんで、早速やっていきましょう。サボさん、サボさん、誰と向かって喋ろうとしてんの。もう何見なきゃないだろ。何なのお前、こっちだって暇じゃねえんだよ。お母さんに人の目見て話せって言われてなかったか。なんだよ、なんだよ、暇じゃねえ。こっちこっち、タオさんこっち。いたの。いたよ。じゃ逆に誰と話したんだ今。この企画はですね、私、まあ黒柳徹子、じゃなくてですね、リボ子がちょっといろんなねゲストを呼んでお話を聞こうという企画でございます。もう僕ら8年目ですね。8年目ですね。もう初期のメンバーじゃないですか。初期のメンバーですね、はい、どうですかここまでやっぱ YouTube やってみて。トークですかね。させて話しましょうよ。何これ、はい、なんか鳥肌立ってた。気持ち悪いな。いやいや、いいじゃないですか。何これマジで。ああ、うん、まあそうですね、意外と早いっすね。でもね、まあ確かにそうですね、8年ってなんかちょっと熱いな。タモさんといったらやっぱ編集じゃないですか。あー、編集好きですね。編集はどうですか、楽しいですかやっぱ。あー、楽しい楽しい。何が一番楽しいですか。何が一番楽しいか、うん、何でしょうね、やっぱ、うん、こういろいろなんか作るのは楽しいですけどね。いやもうほんと上手、多分上手だからね。本当に本当に編集上手、本当に上手。何これ、もうちょっとね尊敬しちゃうんですよね、ちょっとね。はいはいはい、本当に上手だね。いやそんなことないと思うけどね、うん、タオさん優しいし人柄がいい。あ、そう。うん、まあ、君も優しいと思うけどね。もう口上手、ほんとに。どうしちゃったらそんなこと普段言わないのに、あんたねえ。何やねんこれ。ねえ、上手。なんじゃこれは。相談乗ってほしい。相談ですか、うん、はい。ムラムラしてきてるんで最近。あ、そう。うん、あ、どうしてもね、ムラムラしちゃってしょうがない。はい、相手がいない。ああ。心配なのが、いや、いざお相手見つけましたって時に、はい、やっぱりちょっとキスの仕方を忘れてしまってるんですよ、多分僕。熱い。近くいたら熱い。いやいやいや、そういうことじゃないの。いやいや、そういうことじゃないの。熱いでしょって。いや、熱いけど、熱いな。違う、分かってないな、この心を。キスの仕方を忘れちゃったからさ、相談というか、まあ、お願いがあるんだけどさ、はい、それ練習台になってほしいな。ちょっとムラムラしてきちゃってね。意味がわからん。タモさんにちょっとチュンの意味がわからん。チュンしてほしい。助けてください。チュンしてほしい、お願いね。皆さん、チュンしてほしい。助けてくれ、助けてくれ。チュンしよう。復帰早々こいつ頭おかしくなったぞ。チュンしよう。ほらほらほら、来ておいで。ほらチュンしようね。チュンするでしょ。勘弁してくれ。チュンするでしょね。勘弁してくれ。わかった。え、違うの。じゃ、そういうことじゃない。うわっ、そういうことじゃない。そういうことじゃない。そっちは殺されない。リボンくん、そういうことじゃない。リボンくん大好きよ。そういうことじゃない。リボンくん。というわけで皆さん、ありがとうございました。もう帰ってください、もうあんだみたいな人は。さよなら。失礼な。皆さん、まあこの動画上がることないでしょうけど、おい失礼だこの野郎、バカだね。本当に熱くなってきました、ちゃんと。大輝さん、大輝さん、今回のゲスト大輝さんです。どうぞお座りください。もうおかまみてえだろお前。 BC の方もね、やってらっしゃいますけども。そうです、野球もちょっと好きなので。大輝さん最近調子いいですね。調子よくないでしょ。
も打ってないんですか、ちょいちょい。全然打ってないですね。あ、まだまだこれ3割切ってますね、今。いやもう、謙虚。キモいくんないよ、お前。謙虚。なんなの、お前、キモちゃう。いやいや、やめて、ほら、もうそう、じゃあ話しましょうね。はい、はい。ね、キモいよ、お前。もうちゃあちってキモいから。ちょ近くにいたい。無理無理無理。ガチゲイじゃん、お前。暑くないから。涼しいから、今。暑くない。暑いの。もちゃあち暑い。キモい、マジで。本当にキモい。もちゃあち。あ、わかった。ちょっと行くね。ムラムラしちゃって。どうぞ、女の子引っ掛けてくださいよ。それがうまくいかないから言ってるんですよ。でやっぱムラムラしてそう、ね、ぶつけるとこがないんですよ。はいはい、近い近い近い。俺男かっちが無理だから。いやいいじゃん。無理だよお前もう。なんだマジで。キスの仕方を忘れてしまったんじゃないかなって思うんですよ。キモい無理絶対しない。お前とは絶対しないよ。悪いけど無理だよ。絶対に無理よ。お願いがあって。ラシルドラシルドラシルド。大丈夫しもラシルド。ラシルド。マジ無理マジ。ガスして無理ってお前。俺の力なめんじゃねえぞマジ。ラシルドだよ。ラシルドだよ。近くでも幸せろ。こいつキモいな。皆さん、こいつキモいです。こいつ痛いこいつキモい、マジで。ちょ、帰っていいですか、僕。キモいガチで。なんだよ、お前、くんだよ。お願い、本当に、マジで、チューして。キモい、マジで。もういい、帰って、もう、あんたみたいな人。はい、帰ります、失礼します。気持ち悪い。嫌だよ、てめえみたいな男は。気持ち悪い。うるせえ、黙れ、カス。キモ。帰れ、キモス。うるせえ。あー、月さーん、迎えに行こうか。どうぞ、お隣お座りください。どうも。はい、ということで、今回のゲスト、続いてはたつきさんでございます。なんかやるのね。いや、なんか小島が、はい、えらい息切れしてたから。いや、別にその息切れするようなことしないですよ。普通にちょっと対談をしたいなと思いましてですね、うん、最近やっぱりちょっと恋愛の部分でね、あまりちょっと恋愛できてなくてですね、ムラムラしちゃってて、はいはいはい、どうしたらいいのかなってちょっと思うんだよ最近。いや、お前お得意の、うん、抜き専門店行けばいいんじゃないですか。いや、ちょっとお店はね、ちょっと違うと思っちゃったの。ちょっと違うなって思っちゃったの。今まで触んなよ。違うと思っちゃったの。はいはいはい、だからちょっとどうしようかなって、いい人いないかなって、はいはいはい、キスの仕方を忘れてしまったんじゃないかなってちょっと、おお願いがあって、うん、ちょっと練習台になって、ごめん、ちょっと待って、無理、ちょっと待って無理、誰、違うの、違う、話聞いて、話聞くだけで、話聞くだけだからね、たっちゃん、はい、話聞いて、ほら、うん、ね、やっぱしてほしい、じゃあ無理です、本当に、ちょっと、ガチで無理、一瞬で終わる、じゃあガチで無理、先ちょっと、いやいや、本当に無理、もう先、じゃあごめん、ガチ無理、なんで、いやごめん、ガチ無理、なんで、なんでじゃない、無理、お願い、無理、ちょっとマジで無理、お願い無理なの。じゃあなんで、じゃあ他の方法探そう。お前はしたい、俺はやだ、はい、これもう合致してますね。じゃあじゃんけんダメです。じゃあじゃんけんとかじゃない。今フィフティフィフティフィフティ。じゃあくじ引き作ろうか。あ、いいの、いいよいいよ。くじ引きで当たったら中だからね。いいよいいよ。じゃあ丸がついてる方が中できる。あ、いいよ。丸ができる、×ができない。二択でしょ。二択です。こっち、じゃあこっちを選ばれました。こっちね、こっち、はいはい、じゃあ、いきます。オープン、せーの、はいはいはい、残念、もう一回、もう一回、はい、残念です、残念です、はい、俺の勝ちということで、俺の勝ちです。もうちょっと、じゃあ、なんもない時間過ごす、二人。いや、なんもない時間が一番いらない、この動画に。この動画、なんもない時間を逆に使われないで。ブランに行きます、じゃあ、また。はい、ありがとうございました。はい、なんか両方とも罰だけど、ね、おい、俺の心を持って遊んだな、お前。危ねえ。おい、正義さん。すごい、上は騒がしくない。まあ、最後ですね。はい、ということで今ね、この企画はですね、まあ、徹子ならぬリボコの部屋とかたちでね、ちょっといろいろお話を伺ってるんですけども、うん、最近ね、個人的な相談でやっぱちょっとムラムラしてきちゃってて、キスの仕方を忘れてしまったんじゃないかなってちょっと思ってて、そういうのやってないんで、そういうのやってないです。いや、まだ話聞いて、いやもう怖い、正義ちゃん、話聞いてほら、怖すぎる、もう、ね、ちょっと忘れちゃっ
ったんじゃないかなってやっぱちょっと不安なの。練習台になってほしいなと思って。いや、でも意味が分かんない。何この動画は。違う。全然意味が分かんない。話聞くっていう体で俺の自由勝手にやる企画だから、これ。ね、何これ。ちょっと注意しないで。しないでしょ、そんな、なんかガチおねえみたいな。いや、でも、企画でやったことあるじゃない。カメラを見れなくなってきた。いや、企画でやったことあるじゃない。ね。たつきさんにやった方がいい。なんでたつきさん、逆になんでたつきさんなの。その絵見たいもん、俺。個人的なお話でしょ、それ。そうそう、強制的に終わっていいの、俺、これ。だから、それはもう。もういいでしょ。それはもう任せる。終わりだよ、終わり、終わり。やめ、やだ。終わっちゃう。本当に、帰らないで、一人にしないで。ね、寂しいんだって。いや、俺、この映像中、一回も君のこと見てないから。なんで？もう怖くて見れない。一回見てじゃん。いや、見て。じゃあ、一回、カメラ見えるところ、一回見て、俺のこと。じゃあ、一回見ながら。本当に。じゃあ、一回。マジで。ダメ。怖いな、何がなんでも俺も目を合わせるし、なんで危なすぎるから。なんでこの撮影を呼んでくるから。もうなんで。ちょっと皆さん来てください。よしよっしゃ一番ほら、なんでこんな空いてんの、おかしいじゃん。本当にトーク番組みたいになったな。 MC こっちで、ひな壇こっち。ルル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 チューしたいんですよ。あー、ターボさん、ほんと悪い子だ。言うか、もう口ごと食べちゃいたいっすよ。悪い子だ。あーってやりたいっすよ。悪い子だな。4人にお話を伺いまして、勝手に私のナンバーワン決めたいと思う。何それ、何なんだよ、この企画。帰ってね、帰って。ナンバーワンは最後キスです。オッケーオッケーオッケー。はい、どうぞ。あの目、あの目、恋した女の目。何があった2人。何があった。いや、そうやね、迷いなかった。さっき激しく体が絡め合ったって絡み合ってたもんね。そうなの。とりあえず、とりあえずが隣行きなの。とりあえず隣行きなのでしょ。別にナンバーワン決めたわけじゃないでしょ。とりあえず隣行きなの。決めたナンバーワン決めたんですよ。いや、無理マジで無理、マジで本気で無理。うぇー、本当に無理。これ本気で嫌なんですよ。本気で嫌なんですよ。何なんこれ。マジで、何でカメラ。何なんこれ。そう、だからいいよ。何かが目つぶるだけで何するんですよ。え、いや、僕こいつ本気で無理。どうしたお前。お前どうした。こちらを飲んでたんですよ。すごい精力剤。ああ。で、ちょっとその企画をその、なんその話題きっかけにちょっとムラムラして反応したら、どういうメンバー反応するんだろうなって思ったの。本当に体ほてちゃって。うーん。悪いけど、お前以外は3人とはできる。それはそれでおかしいから。それはそれでおかしい。反応がマジで生理的に。え、じゃあターボーと俺だったらターボーと、おかしいな。え、それ結構当たり前だよ。珍しいみたいな。おかしいみたいな今ですよ。全然初めて飲んだわ。30? 精力そんな。へぇ、聞きやすいのかもしれない。あ、免疫がなくて本当に聞いてる。うん。お前おかしいぞ。よ、おかしいよね。喋り方がなんかスローだもん。なんかでもこいつ動画考えてないから多分ガチなんだと思うよ。だってもうテレビの下でずっと触ってくんの。見えるわけないのにカメラ。少しでもムラっとした方はチャンネル登録をよくよろしく。何よくわかんない。ムラムラしないじゃん。どこをターゲットにした動画なんだ。ムラっとするやついねえよこれ見て。はい、ということでね、ありがとうございました。何こいつ、やばい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 。